おー、タラちゃんがいた、タラちゃんが。マジビビったな、上から来たのは。うん。草だった。上から来たのは。え、待って。これいかんぞ。いった。ごめんて。ごめんて。美味しくないよ。人間って美味しくないんだよ。実は酒とかね、タバコとか吸ったりしてるから。おー、なんでよ。出た。はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日もバイオハザードやっていきたいと思います。前回は、そうだね、地下の研究所かなのとこ行って、おさめ様をね、料理してやりました。うん。で、そこからの続きになります。だから次は、そうそうそう、その地下の方で、ギャラリールームの鍵をね、手に入れたんですよね。うん、だから、ギャラリールームの方行きたいと思います。おそらくね、ゾンビ出てくるんじゃないかなって踏んでるんで、とりあえず、灯油だけは持ってきました。まだね、プラント40には出てこなかったはずなんで、うん、まあまあ、ゾンビかなってちょっと思ってます。さあ、どうだ？タラちゃんかもな。お？え、安全。ゾンビ、もういなく。蜂がおった！嘘やろ。えぐ、ちょっと待って。まずまずまず。見たこともない実験器具がある。違う違う、それじゃない。何の実験に使われていたものだろうか。知らん、そんなもんは。うわ、えぐ。こいつら、だってさ、刺された。え、毒？毒はなってないけど、やっぱダメだ、ダメだ、ダメだ。鍵がかかってる。プレートに003と書かれてる。ちょっとね、8はね、ダメ。だってこいつら、あれなんだもん。あ、待って、危ない危ない。苦しそうに顔を歪めた死体がある。何か持っている。これ何？殺虫スプレー。使う？使えるの？使えない。え？殺虫？危ない危ない。刺される。ここか、ここか。これ以上進むのは危険だ。なら、殺虫する。え、待って、どこで使うんだよ、これ。ここ？ここ？ちょっと待って、早く。ここ？危ない危ない、刺される。ここ？え？これどこで使うんだよ。中入ってんのかな？シコシコ、ポンプ式のスプレーだ。中には殺虫剤が入っている。いや、使えよ。待って。あれ？使えないんだけど。いや、ここだろう、明らかに。ここは使えない。ちょっと、これ避難。避難すね。えぐいもん。ダメージが。これ突破かな。えぐい。うん、そう、ダメージもえぐいし。マジか、バカか。バカか。ナイフでもね、ワンパンでいかないからね。って。ちょ、死ぬし。あ、ポイズン。ポイズン。ポイズンになっちゃった。ポイズンになっちゃった。どこ行けばいいの？あ、なになになに？ドアロックがある。操作しますか？知らん。ああ、知ってる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 。知ってる。そういうことか。はい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 。あのランプの色とビリヤードの弾を照らし合わせて数字を導き出すんだ。もうやめてってお前。マジやめろ。ハチやばいね。ハチやばいわ。くそ。刺されたぜ。急がんと。HP がどんどん減っていく。一応ブルーハーブは複数あったんだよね。結構多めにあったから、一個使っても問題ないかな。あ、待って。ここさ、わざわざよじ登っていくの。ね、時間が取られるから、嫌だよね。はい。ポイズンを除去。とりあえずそこまで多くダメージは入りませんでしたね。殺虫スプレー使えなかったんだけどね。あそこでしかね、使う用途が見出せなかったんだけど、あれかな、電子式のロックン場所のとこで使うんですかね。赤いのがまつげが2本。赤いのがまつげが2本ね。緑がまつげ3本。
オレンジがまつげなし。それで照らし合わせますと、赤が3、緑が9だっけ？この書き方9だよね。緑が9、オレンジが5。OK。じゃあこれで、ちょっと確認していきましょう。急げ。あれ？ 8個くなったね。うん。ここ。まつげ3本。あ、4本でしたね。実際のところ。まつげ4本は9。まつげ2本が3。で、まつげ0が5。は？え、待って。あ、そういうこと？9。は？なにこれ？どういうこと？どういうこと？ちょっと待ってね。9。あ、なってるなってる。9。3。と、5。と、ん？え、待って、意味がわかんない。これ1個しか押せないよね。うん。あ、もしかして、まつげ3本のとこの9って、あれ6かな？ 6 かもね。6だわ。うん。だからここが6。来た。うん。あれだった。ごめんなさい。逆に見てた。あの書き方がね、9かと思ってたんだけど違いました。なんだ？あ、なんもいなかった。なんこれ。空き瓶を取りますか。ほう。ああ！これ、あれだよ、除草剤作るんじゃないっけ？特殊な。確か。空き瓶に水を入れる。これね、これか。壁に何か書かれている。1、うん。10、167、うん、17、20。いや、うん。こっちは？水1。赤3、紫4、6。メモっとこう。だから、これ20にすればいいってことだよね、きっと。いや、違う。順番にしていかんといけないんだ。だから、わ、一杯だ。2本。え、待って、紫って薬品なくない？ちょっと瓶が取れるように、戻してくる。ね、今ね、空き瓶関連が全部で4つありまして、うん、で、薬剤が黄色と赤しかないんだよね。だから、ここに書かれてる紫っていうのは調合しないとできないみたい。で、この4つの空き瓶とそこに書かれてる、うん、化学反応のその色を使って、合計20まで持っていきなさいと。いった感じだよね。1と3。3は？水と赤。水と赤で4になる、なると。水を入れて、で、赤を入れて、これを混ぜると、4になると。紫。うん。紫になりましたと。で、次は、4と6で10にする。だから、水、で、6。だよね。あ、ごめん、6にできた。黄色。黄色が6。ごめん。ちょっと間違ってた。だから今、紫を作りました。で、4でしょ？黄色を取ります。黄色を取ります。イエロー6。はい。これで、紫と黄色を混ぜます。成功。オレンジになる。うん。オレンジになりました。で、次は、1と6で7。だから、つまり、水と黄色で7を作りなさい。水取ってる。黄色を取る。
で、これを混ぜると、緑になると。次が、緑と、オレンジを混ぜる。うん。10プラス7。で、17にしましょうと。そうだね。17にしましょうと。でんと。青になると。で、最後は、17プラス3で、うん、そうだね。はい。取って、青色と赤を混ぜれば、できると。V、ジョルト？うん。これが、確か、あれじゃないっけ？プラント42を弱体化させるやつ。じゃなかったっけ？ああ、そういうことか。地下の、うん。根を枯らすんだ、これで。うん。地下ね、水がなくなって、そうそう、水がなくなって、養分かな？うん。養分は吸い取れなくなったんだけど、まだ根自体は健在なんですよね。だから、そこを枯らすと。ここ出ると、あそこだよね。例の時に出ますから、出ました。で、こっち行く。はい。ここに、まだ、プラント42の根があると。ピチピチしてんの。で、これ使えばいいのかな？あ、使えた。投げろ。あ、投げないんだ。はーい、枯れました。これでここの先に行けて、キーアイテムが取れるんだっけ？あ、違う。あー、そういうことか。あのさ、鉢に追われてさ、先に行こうとしたら、何かがあって、扉が開かないって言ってましたよね。プラント42の特徴は確か、寝てる間は侵入者が入ってこないように、扉に鶴を巻きつけて、安全を確保する。うん、修正があるって書いてあったから、それで開かんかったんだ。で、これで開くようになったから、先に進めると。いったことだと思う。アイテムは何もないね。行きましょう。これで、開いてるはず。くんない鉢。来た。どうだ？え？ダメなのか。ちょ、待って。やめろって。ポイズンは？あ、やべえ。結構ダメージ負っちゃった。枯らしたんだけどね、いけませんね。ああ、ここか。巨大な蜂の巣が見える。こっち、ここだ。ああ、やめて。怖い。嘘。プーンじゃねえよ。ここだ。じゃあ、じゃあ絶滅してちょ。シュッ、シュコ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 。そういうことか。シュコ、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 ダウン。あ、やばい。ごめんなさい。これ覗かんければ出てこないんでしょうね。どうかな？湧いてるかな？湧いた状態になってるんだったら、ちょっときついな。OK。いなくなってる。で、終わった。え、いる？あ、いなかった。ここか。ねえ、どこで使うんだろうって。悩んでたけど。あそこがね、すぐ横だったみたいだね。で、これでそこを通れるから、どうかしら。これは、何の鍵かしらと。003。そこだね。そこの鍵。わっ！この人よく見たらあれやん。顔を刺されまくってショック死してるよ。うん。多分、アレルギー反応かなんか起きて、気道が狭まったんでしょうね。それで呼吸ができなくなって、亡くなったって感じじゃないですかね。アナフィラキシーショックかな。死因は。ここ何？何？ここ。こっちって。
敵いない。敵いないけど、これなんだ？鶴か。すげえ伸びてる。壁から巨大な植物の根が突き出している。ね。抜こう。なんかあるぞ。え、大丈夫？取れないよ。棚には洗剤や化粧品が入っている。アンブレラの製品ばかりだ。まあ自社の使わないとね、怒られますからね。あれ？なんか光ってるように見えんだけど。ハズレか？ハズレって意味か？これ。きっと。ゾンビは湧いてない。蜂もいないよね。もう回復薬使おうか。全開になりました。赤い本がずらりと並んでいる。白い本が挟まれてる。取りますか？有機化学実験ファイル。タイラントウイルスに感染し、異常成長した、植物の細胞に、いくつかの共通の性質が見られるのは、前回のレポートで述べた通りである。しかし、これらの実験を繰り返すうちに、今回さらに興味深い、事実が明らかになった。それは、私たちがあの実験で使用した UMB 系の薬品の一つである UMB ナンバー20に、これら植物の細胞を急速に死滅させる成分が含まれているということである。私たちはこの、UMB、ナンバー20を V ジョルトと名付けた。計算ではプラント42の場合、根に直接 V ジョルトをかければ全体が死滅するのに5秒もかからない。生成は VPK と、はい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 。うん。もう、ここはいいかな。はいはい。先にこっちに来とけば、さっきの謎が分かりやすかったんですね。うん。インクリボンは、ないね。でもこれ、奥行くと。あ、びっくりした。ガじゃん。巨大な植物が壁を突き破っている。気色悪いガが集まっている。あれ、なんもないのっけ？なんもないの？あ、ここ押せる。押せない？押せんかったらごめん、嘘ついた。で、ここなんだけど、あの赤い本を持ってこいって言ってますね。うん、アイテムないわ。ということは、プラント42も死滅してる？かな。だって、もうね、投与したもんね。V ジョルト。多分根から吸収されれば全体に行き渡るはずだから。植物の性質上。もう枯れてんじゃないかな。それかあれかな。なんか巨大って言ってましたから、全体に行き渡る前に薬が切れたっていう可能性もある、あるね。うん。じゃあここに、はめて、はい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 、そういうことか。これが多分橋に来る。こうで終わりじゃない？これで、はい、来た。開いた開いた開いた。隠し扉ありました。で、この先にいます？プラント。あ、いた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 。やっぱ枯れ切ってませんでしたね。いや、枯れた？今ちょうど枯れた？ん？違うよね。ほら。やばい。チューチューされる、チューチュー。あ、来た来た来た。やっちゃれ。やっちゃれ、バリー。バリー、バリーもやっちゃれ、やっちゃれ。ジルにかけないでね。いけいけいけ。燃えろ。弱体化してるから。ありがとうありがとう。
ダメかと思った。ああ。助かったわ。ありがとう。水臭いな。だが、なんて化け物だ。一体ここはどうなってるんだ。やっぱりね、そうでしたね。そう、ジル編だと、バリーが助けに来てくれたんじゃなかったっけって思ったんだけど、助けてもらいました。クリス編だと、戦わないといけないんじゃなかったっけ？確か。これは？館の鍵。おそらく、剣、あ、違う、兜。うん、よし。これで洋館のほとんどが開く。ほとんどっつうか全部か。うん。バリ。さっきの館もまだ気になってるんだが、俺はもう少しここに残る。もう一度手分けして調べよう。そうね。いいんだよ、ジル。さっきの問い詰めて、さっきっつうか、この前の。問い詰めていいんだよ。ねえ。もう完全にバリをね、信じきってますからね、ジルは。やっぱ、付き合いがね、長いから。おおおおおウェスカ。ジル、無事だったか。それはこっちのセリフよ。すまなかった。あの奇妙な化け物たちから身を守るのに忙しくてな。そうなの。とにかく無事で何より。ところで、バリーの様子がおかしくなかったか。そう言われてみると確かに。気をつけるわ。この状況では無理もない。こんな不可解な任務は初めてだ。とにかくここを出ることを考えよう。そうね。あの館には鍵のかかってる場所はまだいくつかある。手がかりを探しているんだが。わかった。何かあったら館に戻るわ。では頼んだぞ。ちょっと待って、ウエスカー何撃ってた？ああ、ああ、ハチ撃ってたんか。俺てっきりガー撃ってたんかなって思っちゃった。ハチがいた。ほら。うん。あ、そうか、なるほど。見えんかったからさ、ガが嫌いなんかなって。だからついついね、うん、大人げなく銃を使っちゃったんかなと、うん、そう思ったんですけど、あ、そうか、もういいんだよね。もう突破できるよ。いないもん。いや、楽。はい。というところで本日はここまでとさせていただきます。ね。ウエスカも久々参戦してくれました。で、厄介な植物たちもね、退治できました。次回はいよいよ、洋館の方に戻って、まだ空いてないところを、調査していきたいと思います。よろしかったらね、ぜひとも続きも見てやってください。それでは、島津のバイオハザードリメイク HD 版になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。